からいく、うん、どうもホステルのレイ君とジャスティンとやる気元気大輝です。まあ今日はですね、はい、報告があるということで、はい、まあちょっと、まあ、言いづらい部分とかも結構、まね、あるんですけど、はいはい、そのまあまあまあ、うん、まあ僕も結構まあ、2022年入って、うん、まあいろいろまああったけど、まあさすがに報告しないといけないなと思って、うんうん、言わないといけないことじゃん。まあ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 、まあ俺らね、うん、そのホストの印象を変えたいって言って、まあいろいろ頑張ってきたじゃないですか。やってきたよね。まあ一番最初に伸びた動画ってなんだか覚えてます？ローション。そうだね。ローション伸びてないです。全然伸びてない。一番最初に伸びた動画がなんですけど、うん、まあ一応あキャバ嬢パンティー。そうです。まあ家ついてっていいですかの企画で、まあそれからね知ってくれた人とか、まああとはシャンパンコールだったり、ね、飲みコールだったり、うん、まあゲロ系だったりね、うんうん、まあお酒系が多いよね。うん、って感じで結構そこから応援してくれてる人とかたくさんいたんですけど、ね、ありがたいよね。うん、でまあちょっと時期もね。重なって、そうだね、俺らがやりたいことっていうのがうまくできないこととかもあって、うん、まあ、逆立ちでラーメン食ったりとか、まあ、あの時期とかもね、すごいピザのでかいやつ食べたりとか、うんうん、まあ一番思い出の場所ってあのフィノのさ、そうだね、 V タクのさ、うん、よく撮ってたね、 V にね、 V にの、そう、あそこを見るとね、よかったです。まあちょっと内装変わっちゃった、まあ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 一番俺らの拠点というか、まあ、原点ね。最初俺らが2人でやってて、うん、なんかジャスティン・ビーバーみたいなね、うん、そっからちょっと入ってくれ、うん、レギュラーにしてくれてね、うん、そういうのあって、まあでも、うん、そういうの経てさ、うん、今日言わないといけないなと思ったんだけどさ、まあ大事なことってことだよ。言いづらい、言いづらいわ。的にはどう、うん、俺的にはもう本当に頑張ったと思うし、いろいろまあ2人がいるからこそ、うん、こんだけのこうファンであってリスナーがついてきてくれるかなと思ってるからこそ、ジャスティンも結構やってくれてたし、だけまあこの場を借りていろいろ言いたいっていうのはあるけどね。でもそんだけの思いがあったっていうこの数年間、あるよ、4年ぐらいやってるからね、うん、俺ら。そうだね、うん、まあでもやっぱりこうやって頑張ってきてさ、うん、まあこういう結果になったよ、うん、まあまあまあ本当にね、みんなにはありがとうしかないんだけど、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。だけどやっぱり言わないといけないことは、うん、ね、伝えないといけないじゃん、こういう形に。悩んだんやけどね、その優香とかもうすごい悩んだし、やべ、泣きそう。まあまあまあ大丈夫、うん、ごめんごめん、大丈夫、本番中大丈夫。まあ今日の動画はまあ撮るしかないよ、うん、それはもちろん伝えないと、うん、普段からさ、こう応援してくれてんだから、うん、大丈夫大丈夫。ジャスティン紙袋持ってきてくれ。笑ってるんだよ。どっち？過呼吸してるから。まあ別に俺らがね、仲悪くなったとかじゃ、うん、ない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 、全然そういうのない。別にこれからも一緒に働いていくし、うんうん、好きやしね、俺もタトゥー入れてるから。いや、もちろんもちろん、うん、でもやっぱ言わないとね、まあ、それはもう、だとしたらもうそのリーダーの口からさ、うん、なんかそうね、うん、今日は。いや、確かにニクトさんはさ、リーダーだけど、うん、でもやっぱりさ、俺とジャスティンもこう一緒に携わってきたわけだし、まあまあそうね、やっぱりこう俺はリクトさんとさ、うん、ジャスティンとこのホッシルを始められて本当に良かったなと思う。もちろんね、うん、チー牛も途中から、もうさ2年ぐらい多分ね、ずっと編集とかやってきて、仲間やんね、そう、くれてるけど、うん、でもやっぱりこれは言わないといけないよね、うんうん、言いたくないよ正直、ね、結構重いな、なんかもう重い話やん、うん、もうよかった俺はお前らとなんか、まあ、もともと仲はいいけどね、うん、こういうなんか別の仕事というかさ、長いくなるしね、一緒にいる時間も、うん、そうだね、そうね、ま、俺らでできてよかったなっていうのはすごい思う、うん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 、じゃあ言おうか、言いますか、誰が言うの、じゃあリクトさんにお願いしようか。いずれ、うん、いずれ、いや、でもしょうがないじゃん、もう言わないと、言わんとね、もう終わらんからね、
視聴者のみんなに伝えないといけない、うん、これはね、うん、ちょっと結膜炎に、うん、大丈夫だよ、落ち着いて、まあ、僕たち、うん、ゆっくりでいいよ、うん、ちょっと難しいな言い方、いやいや大丈夫、いい、もう思ったこと言っていいから大丈夫、まあ、思ったことを先に言うんやったら、あ、まあいい意味で嬉しいっていうか、その、うんうんうん、まあまあ嬉しいというか、まあ、うん、次のステップ、次のステップにね、頑張ろう、リキさん頑張って、ありがとう、ほんと今まで、うん、うん、20万人来ました、ありがとう、ポストの YouTube で初めて長っ、何が思ったより長いのかって俺さっき言ったじゃん、ちょっと2分、2、3分やろ、2分つってた、いやー尺取れたな、いやいや、尺取れた、ありがとうございます、皆様のおかげで、なんとですね、はい、20万人突破したということで、いやー、お劇場 YouTuber で時間かかったけどね、キャバ嬢の方でさ、すごい伸びてる人いるけど、ポスト、キャバ嬢関係ない、歌舞伎町ホストで一番ですね、今、20万人です、ありがとうございます、本当に、いやもうこれはね、我々やったから分かるけど超えれんよ、まあ、だって伸びないもん、動画何本、一応970万バカや、でも正確な数字出します、すぐ出せるんで、まず再生回数から、どんぐらいだと思う、トータル1億ぐらいじゃない、1億、ね、1億4205万回再生、やっば、動画の本数なんと954本、おー、うわもう1000本やね、今年中に行くね、で一応チャンネル登録者数のグラフがあるんですけど、うん、まあやっぱいろいろ重なったじゃないですか、悪い、一応ガタガタちょっと待って見えるかな、これ見えるかな、ひどいこれ見えるかな、みんなこんな落ちる、これ出せるなら一応ガタガタ、よく持ちこたえたわ、だとしたら俺ら有名 YouTuber、 一応見て、一応ガタガタ、こんな差がないの、株だったらもう大暴落でも俺らよく立て直したね、これここで、だとしたらすごいよね、いや本当にね、皆様ありがとうございます、いや一応再生数のグラフもあります、一回死んでみや、死んでるって言ったよ、かった、そのまま落ちなくて、これ何、多分あれじゃない、うん、大輝が、あーコロナの時か、コロナもかぶっての、そのダブルパンチの時、多分ね、いやでも大変だったね、逆に言えばこうありがとうございますよ、こう復元っていうかね、一応2018年の3月が月間登録者数ランキング、うん、これ283位なんだって、あ、じゃあ高いかもね、3年前ですね、だってその時は急上昇とか乗ってて3年前ってめっちゃ伸びてたからね、うん、急上昇だってさ、うん、毎週余裕だって、うん、あれ何やったの俺あん時死ぬ、その時さ、え、俺らさ急上昇めっちゃ乗ってたよね、さ、でも最近当たり前みたいになってた、ね、ってた、最近でも YouTube 急上昇あんま関係ないもんね、ないけんね、うん、うん、懐かしいね、ね、でも本当にね、でも本当に20万人ありがとうございます、だいぶ前の動画見返したら分かると思うんだけど、うん、行くわけないやんっつってた、いや俺ね30万人余裕と思ってた、行ってないじゃん、そのぐらい難しいってことやんね、でね、俺ね、こんなとこで言うのはあれなんですけど、うん、一回レペゼン地球の、うん、あの DJ 社長さんと飲む機会がありまして、来ました、当時ね、DJ 社長さんはね、うん、ベロベロすぎて、多分、うん、記憶ないんですけど、ね、あ、ありがとうございます、一緒に飲ませていただいてって言ってね、うん、あ、お知り合いでしょって、お、知ってるよ、嬉しい、そう言っていただいて、うん、ありがとうございますって、なんで YouTube 頑張んないのって言われて、おう、あ、もう一番最初だ、そう、うん、いやいや頑張ってますよ僕、うん、やっぱホストってこういう職業なんで、うん、男性からのね見てくれが悪いんで、指示がね、そう、うん、ちょっと伸びづらいところがあって今伸び悩んでるんですよって言って、うん、そしたらね、もう DJ 社長さんが、はい、関係ねえよ、やる気さえあれば伸びるからって、うん、俺は4年やって思った、うんうん、男性視聴者増えん増えんな、ホストはどう頑張っても増えんな、今さ、ショートさ、うん、300万回再生ぐらいさ、伸びてんじゃん、うん、男性視聴者増えたか、増えてない、ね、増えてない、だって、ね、逆に言えばさ、俺らも一視聴者やん、うん、見ないもん、ホスト嫌い、絶対見、嫌い絶対見、ホストの YouTube、 でも、その中で20万人ね、こうやってほぼ女性、そう、行ったのって俺ら視聴者の8割女性なんだけど、うん、本当にありがとうございます、本当に女性の皆さん、残りの2割のね、男性の方もありがとうございますよ、たまに DM とかもらうんですけど、俺男性の DM ね、返す、嬉しい、なんか嬉しいから、うん、本当にね、ありがとうございます、ホストってだけですごいね、まあまあまあ、でもね、そのホストでね、20万人いったのってね、
超すごいと思う。かなりすごい方だと思うけどね。だってさ、初期の頃からさ見てくれてる人もいるじゃん、うん、なんか ID とか、うん、毎回 DM くれる子とか、同じアカウントの、あれでわかるよね。そうそうそう、メンバーとかのね、で覚えてるけど、本当にね、ありがとうございます。すごかったよね、最初はね。もうどんだけバカにされたかね。本当だよ、もう同業のね、ホストにね、まあ、知らねえやつからも最初さ、YouTube、YouTube やってるホストみたいな言われた、うん、頑張ってね、みたいな。死ねえよ、こいつ売れてねえくせに調子乗んなよ。言いすぎやろ。いや、俺も言いすぎやろ。こいつ絶対売れてる。 YouTube だからといって下に見てたじゃん、うんうん、でも今となっては結局みんなやってるよね、星の真似をして。本当だよ、あいつら気持ち悪い。決まってた。言いすぎやろ。いや、でも誇れるよね、やっぱりそれは。だって DJ 社長が知ってくれてるぐらいってことやからね。いや、ほんと嬉しかったよ、うん、それはいいことと思うよ。そうだよね、うん、嬉しい。いや、でもほんといけると思わなかった。20万人、うん、俺は50万人目指してるけどね。また増えた、長っ。じゃあ、あと12年プラス30。あのね、ホストってね、多分け、いや、まあ、いや、あのさ、職業的にやったら分かるよね、その他の YouTuber さん、うん、簡単に伸びるじゃん、うん、ホストでやってほしいよね、うん、あのね、ホスト枠で。俺、リクトさんにもジャスティンにもよく言うんだけど、他の YouTuber 見ないの。見ない理由が、あのね、俺らの方が重たいよ。確かにね。じゃあ本当に重たいよな。あの男の人も、あの一回俺らがホストっていうのを置いといて、うん、普通の俺らがさ、ホスト関係ない YouTube 結構あるやん、動画、うん、見てほしいんだけど、うん、おもろいよ、うん、トークだけとかでね、うん、普通におもろいと思う。だってローション飲んでゲロ吐く？吐かないよ、普通の人は。普通の人はやらないよ。でしょ？ローション飲もうと思わないからね。飲まないよ。それがさ、カッコつける職業の人がそれをやってるから。ちゃうね。ね、現実を見た、ここ数年で。ね、うん、なんか最初はさ、こうホストで YouTuber 珍しくてパンって伸びたけど、シンプルにさ YouTube として面白くないと伸びなくなってきて、いろいろ試行錯誤したじゃん。しましたね。ダメ女図鑑だったり、歌舞伎町ニュースだったり、いろいろさ外でインタビューしてみたりとかしたけど、結局伸びてる動画ってさ、俺らホストしたいよりこうなんか他の人出してる YouTube じゃん。そうだね。ホストは伸びない。うん、伸びんな。あの本当に俺ら3人でホストやってなかったら100万人いってると思う。え、マジで思った。だってそれぐらいの努力、それぐらいの努力してるよ。900万がさ、本職は本職であるわけやから、うん、それの副業って的な感じで YouTube やってる。そうだ、あなたたち900本動画撮れますか？他の仕事しながら、ね、そうだよ。あ、皆さんこれはオッキーです、僕たちの。俺たちよく頑張ったの、エゴね、エゴ、ね、俺たちよく頑張ったの、オッキーを聞いといてください。嬉しいよね。でも20万人嬉しい。まあセカストは30万人いってたけど。いや、それはおめでとうございますよ。てか、なんならパパラピーズも俺らとコラボした時全然いなかったから、登録者数めちゃくちゃ抜かれたから。そうだよね、めちゃくちゃ抜かれたな。群を抜いて抜かれたね。まあ、でもあの人てか、ちなみに、あの今はもう YouTube やってないけどさ、カルマさんもさ、最初YouTube やる前俺らの YouTube のコメント欄で宣伝してたから。してたな、コラボしてくださいって、ね、コラボしてくださいって。で、俺らしかと、なんだ、なんだこいつはって。1万人ぐらいだね。そりゃそうやろ、なんだこいつみたいな。反省した、反省した。で、ヘラヘラ三十一さんもね、そうね、コラボしてくださいっつってさ、来てたじゃん向こうからね。で、しかとしたら、はい、バーンって伸びたじゃん。はい、伸びた。で、伸び始めてから俺会う機会があって、うん、てか、コラボしてくださいよって言ったら、うん、いやだよ、だって断ったじゃんって。まあまあ、めちゃくちゃ、まあ、それはそうだ。俺忘れてるかなと思ってちょっとアプローチかけたら、え、やだよ、え、私のコラボ以来断ったよね。それはそうだ、絶対しない。それはそうだ。だから、まあそれはまあそうだ。逆でもそうだ。そうやね。まあでも俺らが伸びてないだけで。そうだ。でも今は今でね、ある程度こう関係性はね、少なからずできてるからね、ありがたいけどね。やっぱりね、ホスシルって、まあ、ずっと見てくれてる人は分かってると思うんだけど、伸びそうで伸びないんだよね、うん、一番見てくれてる人はさ、なんでこんな面白いのにって言ってくれるもんね。コメントよく来るじゃん、うん、あのね、伸びないんだよな、ね、ホストだから。一番の注目株なの、毎年。毎年伸びるかな。そう、伸びないよね。多分知名度って結構高いんだよね。高いね、知るって、うん、高い。だってもう海外に行っても言われるぐらいやん。タイでね。それこそ俺はラファエルさんと話す機会があって、話したことあるんだけど、うん、知ってたよ。知ってるんだよ、うん、有名 YouTuber の方とかも。ただホスト、多分ヒカキンは知らんな。まあまあ、いや、ヒカキン見てる？おいや、そういうとこだよ。神だからね、うん、YouTuber あなた神なんでね。神だからこそ知ってくれてるかもね、みんなの勉強。ここまで来れたね。そうね、だけど有名 YouTuber が知ってくれてるとかもそうですね。10万年から長かったな。
現実は20万人やけど、多分体感は100万人ぐらい。それはないやろ。いや、まあ、いやマジ、いや絶対そう、200万人じゃないの。どうしたお前。なんやかんやね、グダグダ言ってますけど、 YouTube はね、うん、俺たち続けようかなと思ってる。そう。でもその言いたいことは一つだよね。せーのでよっか。分かった。言いたいことは一つ。いや絶対合ってる。リスナーに言いたいことを一つやろ。だって俺たち心一つなんだからさ、うん、せーので言っても絶対同じこと言えるます。せーの、ありがとうございます。なんつった今。俺はありがとう、うん、ね、ありがとうございます。なんつった、うん、来年には30万人来た。あわんな横浜。あわんな全然。あわ本当に。だから横浜なんだよ。そう、うん、違うわ。だから横浜。じゃあもう一回だけチャンスくれ。あ、じゃあ一言や。一言やろ。もう長く一言じゃなかったよ、そもそも。そっかそっか。ありがとう以外のこと。ありがとう、ね、リスナーさんに向けて、うん、はい、せーの、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お、なんすか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。来年もよろしく。いらんなー。一言じゃねえやろおめえ。一言って知ってんのかって言ってんの。すごい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 。あちー。殴られる。まあでもこんな感じだよな。でもやっぱ言いたいこと一緒。博多は合うな。まあそういうの寂しがるから、そういうの。いいよいいよ。松本。いいよ。はい、ということで。そうね、広見の嫁。ちょっと釣り動画みたいになりましたけども、まあまあまあ、感謝の気持ちを伝えたかった。そうそうそう。今のリスナーがあってこそのやっぱ20万人だと思うし、いや、マジでありがとう。いや、星るってね、結局ね、うん、本当にずっと見てくれてるリスナーでね、結構支えられてるとこあると思うんだよね。本当そうだよ、マジで。誰が一番リスナー大事にしてると思う。俺やろ。俺やろ、普通に。すいませんでした、いい。謝って、ちゃんと。でも星るというチャンネルをお前星る戦略的に考えてるのは俺。そうそう。でも SNS 頑張ってるのは俺。そう。いやだけど2人が頑張ってる、めちゃくちゃ。だから俺が一番何もしてないから、俺はマジで本当に床につくぐらい謝る。っていうとリスナーがまた言う。じゃあいやいや、いい塩梅なんじゃない。いい塩梅、塩梅ってことや。まあそういう一悶着があるのが星るなんでね。はい。あ、また言う。カバン。何が何がやろ。もうだいぶ20分ぐらい撮ってるから。いいやろ、20万人だから20分喋っても。いやいや、こいつは編集もうほぼノーマジでやるよ。しっかりしろよお前。あ、ライト置けよ。なんで最近マスク外せよ。そうそう、なんか俺ら素顔出せよ。素顔、素顔しっかり、うん、更新頻度かなんかちょっとかなり本数が少なくなってしまったのは僕の編集がちょっと遅かったせいもというかせいでして、うん、いや、せいもあるよね。まあ俺らももちろんね、エイペックスしかしてないもんな。え、そうなん。それはあの誤解なんですけども、これからも精進しますので、うん、よろしくお願いします。何日に1回は動画出すの。3日に1本あげます。はい、聞いたな。3日に1本、聞いたよな。言っちゃ近っ。近いよ、まあ、俺らが動画撮らなかった時はしょうがない。その時は謝るよね、うん、俺らがちゃんと動画内で言う、うん、1回に1本、うん、頑張ります、うん、でお前家帰って寝るんやろ、うん、今日。違うよ、エイペックスよ。エイペックスして寝るんやろ。いや、で、あのロリのデリヘルを見ながらよだれ垂らして寝るのよ。編集のも大変なんやろうね。まあ大変やからね、編集は編集でね。うせろ。よろしくお願いします。失礼しました。なんで俺らさ、お前なんで俺ら、なんで俺これだ。スタンドない。なんでさ、一応ホストってさ、金な、金あるイメージなんじゃない。なんで20万人で俺ら手なということでね、はい、本当にありがとうやね、まあ、そう、星る20万人本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあいろいろ考えてまして、俺今年はね歌舞伎町巻き込んで、はい、歌舞伎町ごと盛り上げられるユーチューバーだと。なるほどね。俺ら確かに俺じゃね。でも俺らは、そいつらも出れば悪いことできんしね。そう。うん。悪いことする人はいると思うよ。いっぱいいる。でも俺らの責任ではない。そいつらってなんだ。なんで歌舞伎町代表としてね。そうだね。もう20万人やから。てか、はい。それはもうどうやっていいよ。そう。うん。あのローランドさ、もうタレントやから。だからその1億円のホストがおるとするやん。あ、1億円、あ、20万人って言えば大丈夫。そう、うん、もう現役バリバリのね、歌舞伎町 YouTuber としてはね、俺らがトップに立ってると思うのでね、これからも歌舞伎町の近況報告などもずっとトップを進んでいこうや。イエス、歌舞伎町イコール星知るってことですよね。そうっていうのをね、はい、頑張っていきたいと思いますので、これからもチルグルって久しぶりに言うけど、チルグルの皆さんもよろしくお願いします。はい、それでは今日はここまで。バイバイ。帰ろうかよ。やらんのかい、久々だよな、うん、やるかなと思ったけど、ダウンカウン。